あれ？え？やばい、エアポッツケースなくなった。やばいことが起きたよ。え？エアポッツケースがなくなった。あった。だるま、ありがとう。いやー、お疲れ様すぎる。強化の目印ちゃん、かわいいルシファー。てかね、やばいの見つけた。島村となんかコラボみたいなんでルシファーの着ぐるみが出るらしくて、ちょっとやばいかも、ちょっとそれはやばいかもっていう感じ。ちょっと結婚はできないです、お腹いっぱいだから。結婚はちょっとお腹いっぱいだからできないです。ルシファーの着ぐるみやばくない？絶対欲しい。しかもなんか上下分かれてるタイプです。にありがたい。熱いよな、さすがに。あれはさすがに買わなきゃみたいな感じです。さすがにあれは買います。19、20、中入りどっちもいけるかも。お、嬉しい。待ってる、めっちゃ待ってる。それは嬉しい。会えますように。にゃんにゃん、ミラボありがとう、ハートありがとう。ちょっとほんまに今日は一日長かった。えぐい、ハートありがとう。結婚はちょっと今日はちょっと気分じゃないので無理ですね。やっぱ気分って大事やん。結構ノリノリかなと思うんですけど、さすがに今日は気分じゃなさすぎるので。ハートありがとう。なんかいいことあったらよかったんですけど、ちょっといいことなかったんで今日は無理ですね。明日どうしよう、何時に起きようかな。え、明日暑いん？でもね、今日も全然涼しかったで。お昼間も普通に涼しいなって思ったもん。めっちゃ適温、今日か今の気温めっちゃ好きかも。でも夜はちょっと寒い。もうさ、寒いっていうさ感情が出てきてるの結構やばくない？なんか涼しいくらいならわかるけど、寒いもん。結婚してちょっといいことがないから無理です、さすがに。ちょっと無理ですね。なんかいいことないかな。本当ありがとう。どうしよう、なんかいいことないかな。やばいかも。いいことといえば、モバメで可愛いきょうちゃんの写真を送ってきた。え、どれが可愛かった？さすがにもうそろそろ秋が来た。うん、来たと思う。今は結構正真正銘な秋な気がしてる。あとありがとう。結婚してるかな、もう悲しいから無理。悲しいので無理です。やっぱ悲しい気持ちの時は結婚できないよね。背景の緑オルメルです。知
ってっか、オルメル知ってっか。うん、よかった。君だけ好きだった私を。だるま、ありがとう。あげ、おいいね。あげていきましょう。こばん、ありがとう。あげてこう、みんな。じゃあ、今日の良かったこと、楽しかったこと教えてください。今日一日過ごして楽しかったこと。11時台のおはようのもめの可愛かった。え、どれやろう。好きになるところではありますね。あー、これか。これは昨日お家で撮ったやつですね。おしりんさんの膝の上きょうちゃんかわいいでしょ。あれ、膝の上界隈、おしりんさんの膝上界隈。あと、ありがとう。仕事の日は楽しいことはありません。え、悲しくない？なんか一日に一回はさ、楽しいことないと普通に無理なんやけど。探そう、楽しいこと。なんだろうね。今日がでも楽しい、幸せって思うそのやつ、低いようで高いような感じなのでね。バラ、ありがとう。なんやろうな、今日楽しかったことって。でも人と喋ったのがすごい楽しかった人と喋ったことですかね、今日かは。なんかでも爆笑したい、毎日毎日爆笑したい。でもめっちゃ笑った気がする、今日。面白いことありましたよ、きょうちゃんの配信見ること。確かにみんなの楽しみでありたいな、配信が。どうですか、みんな。毎日の日々の楽しみってもしかして今日がの配信ですとかいう人いますか。もしかしてですけども、前髪は切ったかな。中身しばきん、絶対しばきんやと思うねんな、今日か。普通にしばきんめっちゃ好きやし、自分自体もまあ、柴犬だろうなって思う。ハート、ありがとう。結婚はちょっと今日は悲しい気持ちなので無理です。悲しい気持ち。おお、癒し、嬉しいな。じゃあしっかりとね、みんなのことを癒せるように頑張っていきたいと思います。あと、ありがとう。今日は人と喋ることが楽しかったです。すごいね、最近ね、君江さんといっぱい喋るんですよ。もうめっちゃ楽しすぎて、今日も楽しかった。今日一日で一番楽しかったことかもしれない。きょうちゃんのモバメ気になるから配信後にモバメ撮る。ぜひ。今日かモバメとバブル、すごいおすすめです。ちょっとでも最近バブル喋れてなくて、一人でちょっと寂しいんですけど、コンサートが終わったらまた喋り倒します。なんかバブルはすごい一人でいっぱい喋ってるみたいな感じやし、結構返信もできるんですよね。だからめっちゃ返信もするし、動画とか音声も送る感じ。ただ自撮りは圧倒的にメールの方が多い。アズサクッピーユークルリーナの配信が楽しみ。遠回しに11期
遠回しすぎ。あとありがとう。結婚はちょっと今日は悲しいので無理です、さすがに。さすがにね、悲しい時には結婚できないですから、やっぱいいことないと無理よ。あ、でもすごいあのモバメの返信バブルでたまに送ってくれるんですけど、みんな、まあ全然いいんですけどね。メールの返信もめっちゃ見てるから、ちょっと少なかったら悲しくなるんで、みんなたまにはメールの返信もしてみてください。なんかメールの返信めっちゃ見るんですけど、全部見てるんですけど、たまにちょっとあれみたいな、メールの返信少ないってなっちゃうから、みんなよかったらおはようくらいでもいいので。まあ、メールの返信ってなんか難しいみたいな、よく言うような、なんで別にいいんですけどね。バブルの方がしやすかったらそちらでも全然いいんですけど、ですけどみたいな、いいんですけど。あとグーグーありがとう。かわいいだよ。悩ましいな。かわいい写真いっぱい送るから楽しみにしてて、でもねちょっとほんまにメイクしない日々すぎて、なんか写真がないんよ。だからちょっとメイクしないといけないみたいなところはある。メイクしないとな。明日メイクするかしないかも悩む。明日、うー、カジケンいいな、食べたいなって思ってた。そうだ、みんなカニライク食べてください。ちょっとさすがにハートありがとう。なんかねメイクしないと気分が上がらへんねん。みんな写真不足って言ってる。いやんな、もう昨日いっぱい撮ったからと思ったけど、昨日の写真もほとんどなくなっちゃって困ってる。なんか自分の気分的になんか一日中鏡見る日にマジですっぴんボサボサやと、ほんまになんかもうほんまに情けない気持ちになるねんな。めっちゃどうしようもない気持ちになるから、なんでこんなってなっちゃうから、やっぱ可愛い姿でいたいなと思うんですけど、今日もすっぴんメイクしようかな。うん、鏡見る日はちょっと結構きつい。すっぴん髪の毛ボサボサやったら普通にもう誰ってなる。だからねメイクしたい気持ちはあるんですけど悩むな。すっぴんいいことはないで絶対、恥ずかしいな。結構まあ今日の自分によるかも。それ自分が今日何時に寝るか、そして明日何時に起きるかみたいな。あとありがとう。軽く、まあ、マスクつけんのもしんどいしな。もうはあこんなことで悩んで本当に情けない。うお、毎週本を3冊買って読むのが日課ねえ。今日かも、この間本買ったんやな。そういえばえもう結構終盤やわ。ちゃんと読んだんかな今日か。なんか結構さ、なんか本マジで頭入ってこなくて今日結構本買ってて、何冊目かな、4冊目くらいかな多分。最近ね
だから本読むんですけど、でもなんか全然なんか内容が頭に入ってこなくて、なんか読むやん、普通に文字をビーって読んでもう全部スーって抜けていくやばくない？普通に。でもその時はめっちゃ食らうね、うわこの言葉よみたいな、なるほどねってめっちゃ食らうんですけど、でも忘れちゃうすぐに。それってどうなの？それってさどうなんですか？それってどうなんですか？サイリウムありがとう。だから結構何周もしないとあかんねんな、普通に理解力がめっちゃ低くて、多分だからハリーポッターも3周しててもなんか普通に今更みたいな、なるほどみたいなこと結構起きるから、ね、理解力がめちゃめちゃ低い気がする。はぁ、本当に情けない。もうそういう気づきが好きで読んでる。え、何系？なんかでも今日が小説とかは全く読まなくて、エッセイみたいなのが好きです。寄り添ってくれる系のやつあるあら、寄り添ってくれる系とか言ったらちょっとこの子寂しいのかなって思われそう寂しくはあるけど、エッセイが好きっぽいですね今日は。あとはでも字が詰まりすぎてるともっとわからなくなっちゃう。でも今日がなんかエッセイと思って買った本がなんか2つとも小説でちょっとおーってなっちゃったことはあります。全部通して反復で覚える気、あーそっち系かも。確かに小説、小説読まれへん、まあ、読んだことないんですけどね。金融なんだそれ、難しそうだ。エッセイめっちゃ面白くない？なんか面白い。何が面白かったかな、待って、これ全部読んだっけ、ここにもあるわ。え、5冊ぐらい買ってる気がする。これめっちゃ良かった。しかもなんか韓国のエッセイ買ってた、普通に。なぜか。だからといって別に韓国語ではないですよ、当たり前か、そりゃ無理だもんな今日か。え、58分、マジ？ちょっと短かったな今日、やばい。まあ京ちゃんは意外と本を読んでる人でしたっていう話。めっちゃ面白い普通に。これ面白かったです。これ小さな星だけは輝いている、これだいぶ前に買って、あ違う、そんなこと言った場合じゃないですね、ランキング読まなきゃいけなかった。13位フィラン、12位ヨウジロ、11位しげる、10位宇治、9位マグロ祭り、8位和歌、7位春、6位アンドハロー、5位ドンドロ、4位リニア、3位ヘイガ、2位上も、1位アキラでした。ありがとうございました。じゃあまた明日、ちょっと明日も頑張れって言ってほしい、みんな。せーの、明日も頑張れ。ありがとうございます。ちょっとどうにか明日も頑張っていきたいと思うので、ちょっと応援だけしてもらえたら助かりますね。ということでみんな、チケットもまだあるのでぜひコンサート来てくださいね。来てください、おすすめです、とっても。はい、おやすみなさい、バイバイ。みんな応援してください、よろしくお願いします、頑張れって。バイバイ、おやすみなさい。すやすや、早く寝ようっと、眠いし、いっぱい寝た方がいいよ毎日おやすみなさい。